ばんは。帰ってきた人間椅子クラブの時間がやってまいりましたと。やってまいりました、イエーイ。ボリューム6、はい、帰ってきた人間椅子クラブ始まりましたよ。ギターに触れようかなと思ったけど、まずそのドラに触れたくなってしまったね。どうですかこれ。なんかこの30センチくらいのちっちゃいノブさんだったらちょうどいいのかな。いやいや、もう本当にこれサイズが小さすぎるので、うん、でもいい音でしょ、いい音でしょ。料理ができましたみたいな確かになんかそんな番組あったかなみたいな、うん、いい音ですよこれだったら。ツアーも運搬楽だし、楽。ただ普通のドラ、ね、バンド編成でこのドラだとね、これすごいちっちゃいよね。うん、宇宙の色の途中で宇宙の色、宇宙の色、あ、宇宙からだよ。あ、いいですね、いいですね。動揺した。はい、まあほら、我々今回このなんていうんですか、ちょっとこう文化祭的な感じのノリ、うん、音楽室の感じですね。はい、音楽室の感じでこじんまりとやっておるわけですけど、軽音部の部室みたいな感じで、ね、そういうノリですね。和島、うん、はい、君のその白いギターに触れようと思ったんですよ。はい、うん、白い SG です。はいはいはい、まあ、トニー・アヨミ先生も白い SG 持ってます。はい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 、これはですね、今回私たちミュージックビデオ、はい、虚無の声というミュージックビデオを出しましたけど、はいはいはい、あれプロジェクションマッピング使ってるじゃないですか。はいはいはい、やった何かこう新機軸というか、はい、もう最新鋭の駆使してるわけ で、はいはいはい、でプロジェクションマッピングっていうのは白じゃないと映らないっていう、うんうん、白が映えるっていうんですか、はあ、っていうことで鈴木君はほら白塗りだから、まあそこで投影できると、はい、うんうんうん、でバスドラも白でこう、そう、白いヘッドに変えて、そう、ヘッドにこうやれる、はい、でギターはあの赤で投影できないんで、うん、じゃあ白のギターだといいですよって言われたんで、打ち合わせをしたその日にネットで調べて某町田市の楽器屋に、町田市の某楽器屋さんですか、何のメーカーかすごいみんな気になってると思うんですよね。うん、なぜかこうテープ貼られてますけれども、はい、なんかさ、テープ貼ってなきゃ言おうかなと思ってたのに、テープ貼ったら言っちゃいけないのかなと。って何か口にチャックしてんだけど今、あの禁止事項の上ですね。別にいいんですよ。映写飲んだでしょ。まあ、A 社あの、まあ、ギブソン SG のコピーモデルみたいなもんですけど、はい、やっぱあの投影するっていうことで白であれば発色いいんですよ。このギターのいいところはギブソンの SG よりも発色が良かったんです。そこしか良くないってこと。いやいやそこが抜きに出て良かったので、これを買いまし て、あって、はい、ミュージックビデオに行って、うん、で今ほらなかなか多分もしかしたらライブで使わないかもしれないんで、今日ここで音楽室で使わせていただきました。はい、で今ほらピンマイクで歌ってみたけどさ、全くまあ自分はどうやって歌ったか分かってるよ、うん、他の人がこの曲で一体どういう風にが鳴ってんのか、すごい聞きたいなと思ったんですよね。じゃあなんか後で見れるでしょうこれ。僕はさ、まあ、再現してみますか。まあ、僕のこうなの、ね、で、だいたい最初はこう、うん、フェードインしてくる感じでやってるの、はい、で次ってやって3回り目で、はい、ってやってんだけど、はい、他の人はどうやってんのかなってのがすごい興味あるんですよ。2回り目でフーってくるでしょ、はいはい、俺も3回り目でフーとかやろうとは思ってるんですよ。やってみてください。なんか妙に恥ずかしくなるね。演奏ありだったらできるよね。いやいやできるんだけど、あ、震える感じでやってんだ。あのね、稲川淳二のさ、うん、あの樹海の森のあの幽霊のようにやろうとしてるんですよ。それは要するに稲川淳二さんのっていうことだよね。そうですをやろうとしてるんですけど、ノブはどうやってんの。俺は決まってないんだけど、うん、まあ、あの最初はうーって言って、で3回目だけうーんとか言ってる。うーんは新しいな。それはね、やってないよ2人とも。やってないよ3回目だけ。みんながやってないなと思って、うーん
って言ってる。ごくたまにさ、まあ、ライブでツアーでもって毎回ほら変えるつもりでやるからこういうのって、まあこれアドリブですから。ごくたまにすげえみんな同じことしてる時あるよね。うーんがアウト。同じタイミングでおーって言ってる時あるよね。あるある。相手ずらしたいよね。そりゃそうっす。ずらそうよっていう話だったよね。ずらそうよって言ってんのに、うわってみんな同じタイミングでわざとずらしたら、みんな同じ気持ちでずらしてたって。特に、ギターソロ終わって、ドラタイムが終わって、復活した時の運がね、同時に入る時あるんですね。あるある。本当はずらすはずなんですけど。ずらすつもりでやってるよね。陰柱もそうだよ。陰柱、あーとか言って、自分もおーとかやりゃいいのに一緒にあーってやったりしてるじゃん。うん、あれは一応聞いて答える感じでやってんだ。陰柱、E が聞こえたら陰柱ってやろうと思ってんですよ。あ、そういう苦労があったんだね。割とずらしてエコーみたいにやろうとしてるんです。へえ。で、はいはい、何ですか？あ、話飛ばしてもいいですか？あ、はいはいはい。やはり鈴木君も何かこの見たことのないこの今回のレコーディングで買った、ね、はい、フェンダー、あ、フェンダー、フェンダーですね。いい発音。USA、はい、USA は、まあ、オリジナルと言っていいものです、はい、本物ですよ。本物ですね。マジョグの偽物、メキシコ製とは違う。あれも一応フェンダーのメキシコのやつで、スチューデントモデルってやつでいいんですよ。あ、スチューデントモデルって言うんだ。あ、学生用っていうことね。そうそうそう、学生用買ったんだ。学生用、俺はだって本業じゃないんで。まあギターだもんね。それでそのまあレコーディングしましたよ、うんうん、まあなんつっても今回ほらこのニコ生やってるのは、うん、異次元からの方向のリリース記念なわけですけれども、うん、はいはい、異次元からの方向のアルバムを作るときに、うん、鈴木君がほらプレシジョンペース弾きたいとか言ってたんで、はいはい、僕はフェンダーのメキシコを持ってきて、メキシコを持ってったのスタジオに。 そしたらなんかね反応悪かったんですよ。スタジオ持ってったので、その時ドラムのセッティング初日だからやってて、うんうん、やってて、ちょっと買い物行ってくるわって鈴木君がいなくなった。いや買い物ってか散歩に行ってくる、ね、散歩に行ってくるって言って、うん、でドラムのセッティングは数時間かかるんで、うん、でも俺もまたこう出たり入ったりして、そして散歩に行ってこれを買ってきたんですね。そうな、メキシコやだなと思ってたのよずっと。やっぱり本物弾きたかったのよ。で散歩行ったらすごい自分の好きな色で売ってたの、うん、ここは本当ピックガードって言うんですけど、このパート、うん、ここが白だったんだよね。あ、これは白だったね、買ってきたんだよね。白は外せばいいやと思って、うん、別行か買ってこうくっつけたんだけど、うん、まさにこの別光黒ローズネックっていうのが望みの。あ、そっか、ローズネック。俺のやつメープルだったからね。そうそうそう、さらによ、うん、メキシコの上にメープルだったのよ。いいんですよこれ、あの問題ないとこ、すごいいいんです、弾きやすいんです、音いいんです。あ、音いいっていうか、で、そう、そう、これを買ってきました。で、嬉しかったのは、はい、あの和島君にこれ弾いてみてよって言って、うん、ええ、こう握ったら、はっっていう顔して和島くん、これはいいって言ったら、やっぱり価格差がありますから、うん、ネックに行った瞬間に違うのが分かりました。いやいや、和島のこう、なんていうの、心からの驚きっていうのは、ほら、いつもやる嘘の顔じゃないんだよ。仮面かぶってますよね、割とね。本当に、はっと思ったっていうのがこうついつい出てしまったのが、ね、俺嬉しかったんだよね。いや確かに、うん、だって引くってよりも握った瞬間に、うん、はっってなってたよね。はっってなって、それでちょっと引いたらやっぱり違うなって言ってたもんね。これね、いいベースです。だからあ、やっぱそうなんだね。そう、でもその後のリハで和島君にパンチがないって言われて、ここをちょっと改良しました。ピックアップ変えたね。はいはい、うん、ちょっとあのライブに使えるように直してしまいましたが、はい、でこれでまあ録音もしましたよね、うんうん、2曲ほど撮ったでしょ、はい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 、だからこのオリジナルのフェンダーのピックアップで、はい、聴けるのは、あのアルバムでしか聴けないということになってしまいました。でもね、結局ライブだとさ、うん、持ち替えじゃないですか、あの鈴木君の愛用の B シリッチと、うんうん、音量差っていうかさ、うん、まあ、パンチは圧倒的にあるわけよ。あるんですよね、やっぱりさ。持ち帰った時にちょっと
あの落差があるんで行っただけのことなんですけど、うん、ピックアップ変えたらあの、うん、だいぶいいですよ。自分としてはね、これすごいいい音だけど、ええ、尖った部分がないっていうのがね、すごい気に入らないの。尖った楽器が好きなんだよね、はい、BC リッチ U みたいに。それ尖って、これをさ、うん、ヤスリで削りたい。そうすると音割りになるかもしれない。それはどうかな、フェンダーその形で。で、和島君のプルートの真似して、こう、穴とか上げてみたいんだけどね。いや、いいんじゃないですか、その尖ってるといえばさ、もう今のケンちゃんは結構何でも尖ってるのが好きだ、うん、好きなんだよね。尖ってるの好きですよ。バイクも尖ってます。そうだよね、うん、バイク先がこうなんか、はいはいはい、あれなんかこう車も角張った車が好きなんだよ、ね、角張った車、80年代の車とかね、70年代とか四角くてかっこいいんだよ、ね、の車。今よりやっぱかっこいいよ車。そうそう、和島空とはちょっと丸い感じだよね。俺はね割と丸いのが好きですね。やっぱりこれどうですか、尖ってる。はいはいはい、尖ってます、尖ってます。まあでもそこの、ここの尖りがいいです。ここがポイントです。これいいんですよ、これがね、ちょっとサソリ昆虫っぽい感じを出したくて。はい、ここさ、ほら、フライング V だったら、この股の間をこう足にはめてこう歌うじゃないですか。それはちょっと無理ですね。いや、無理だと思います、無理だと思います。これはいいんです。ここがあの、別な、なんて言うんですか、ミステリースポットみたいな、なんて言うんですかね。これここ手ぬぐいかければいいんじゃないかな、ここさ。ああ、それいいかも。いや、そういうために作ったんじゃないですかね。まあ、いろいろかけれますよ、確かに。こう汗拭けるし。いいんじゃない、はい、うん、農家みたいで。これモンペだし、今日これ農家の人みたいで、はい、ね。なんか急に作業中みたいな感じになるね。うん、これがとてもこう、ね、いいですね。土の匂いがする色に見えますね。はいはい、プルートね、ええ。プルートってさ、星かなんだったっけ？神様の名前だったっけ？なんだったっけ？スコーピオンっていうギターがあるんですよ。うんうん、日本には輸入してないんですけど、うんうん、でその形がいいと思って、うんうん、でそれでその僕の好きなギブソンスタイルで作りたいなと思って、うん、でスコーピオンっていう名前にしようと、まあまんまなので、うんうん、サソリ座ってあるでしょ？うんうんうん、サソリ座の守護星が、うん、冥王星なんで、まあ、プルートと、うん、お、冥王星ってプルートなんだね。じゃないの、プルトニウムとかそういうやつでしょ。あ、そうなの、うん、プルートってか冥王だから、うん、冥府の王。和島は自分が冥王だっていうことね。いや違う、そういう意味じゃない僕らの好きな、よくさ地獄テーマにしたあの世をテーマにするでしょ。冥府の王なので、うん、プルートは。でも和島く弾いてる時結構俺は王様だみたいにして弾いてますよ。いや、俺が一番みたいにして弾いてますよ、ソロ。いやいや、それは皆さんがあれですよ、人生の主役は自分っていうあれでしょ、あの歌がのようにでしょ、皆さん。あれ俺そんなことないけど、あのブルゾン、はあ、ブルゾンチエミウィズ B みたいな気持ちで。いや、そんなことないですよ、B じゃないでしょ。いや、なるほどね、うん、プルートワジウィズ、なんだろう、俺ら。いや、そんなつもりじゃないです。あの鈴木くんが前行った時は俺もウィズ B のつもりでやったよ。その瞬間瞬間で切り替えるつもりでやってるって。で、ソロは一応やりますっていう感じでやるって。いやいやいや、俺を見ろってやってるよ。そう、あたたた、ちょっと五十肩が。で、すげえ。で、まあ、大丈夫ですか。いや、結構はやばい。え、無理をせず。あの、ギターソロ、ボーカルっていうのがまずほら歌ってる間、うん、まずこの皆さんの注目を集めつつお客さんとこうコミュニケーション取る役、うん、でギターソロはこうやれるじゃないですか、うん、で一度ギターソロでも誰も見てないとっていう時があって、うん、それはこれはいい意味で言うんですよ、うんうん、あのももクロさんと一緒にオズフェスト出た時やったんですよ、うんうん、あの僕らが出た2013年、うんうん、初日ももクロと一緒に出て、でさあ黒い週末のギターソロだって言ってこう前出たら誰も見てないっていうことがあって、いやいや、でやっぱそんなアイドルっていうのはすげえと思ったの、そこで。もうウィズシーなんだと思って。ウィズシーね。いや、アイドルのやるときは、でそれはだからいいんですよ。アイドルそこでなくそこでみんな和島を見たら、それ話が違う。もう二度とその話は来ないよ。そうなんです。で俺もね割とこんなことやらずにやったわ、そういえば。いや、でもなんかすごいはしゃいで
そうだったっけ、こうだったっけ。まあはしゃいでた。一緒にあの労働参加とかこう。ああそうそう、やったやった。やりました。あれ楽しい思い出で。はい、そうレコーディングで新機軸といえば、はい、はいはい。で今回のさ、1年からの方向、もうなすがままに今喋ってるけど。でもまあ、今レコーディングの新機軸っていう話が出たから、そうですね。そっち行きましょうか。はい、そう、いろいろエフェクターとか、はい、新しい奏法とか、和島君は常々毎回アルバム出すごとに入れてきましたけど、はい、今回は宇宙のシンフォニーっていう曲で、いろいろ波々の音も作ってくれて、 あれは鈴木くんがすごい波の音にしてくれっていろいろいろんなエフェクター試した中で、こういう感じにしてほしかった。それはノークウォーターですか。違うんだけどこれ、はい、でフェーザーの波をちっちゃくするとよかったね。こうフェーザーやってみた。フェイザーだったんだ。フェイザーを使ってみた。あれはギター小僧はこれで、おこれで俺もギターフェイザーかけてみようと思ったよ、はい、これあれだね、ちなみに、はい、アルバムを発売したって話をちゃんと言ってからその中のって言った方が良かったね。良かったね、うん、そこを一応ちゃんと言っておきますか。そうですね、10月4日にニーニャイスニューアルバム1年からの方向リリースいたしました。イエーイ、リリースいたしました。そしてこれがですね、非常に好感触というか皆さんお買い上げにいただいたみたいで、オリコンで18位を垂らしていただきました。イエーイ、すごい18位、すごすぎる。なんだ18位と思うかもしれませんが、大変な順位ですよ18位となんて。はあ、まあ、言ってみれば我々としての歴史の中で最高位なんですよ。最高位ですか。最高位獲得させていただきました。ファーストアルバム結構売れた気がしたけど、それよりもいい、マイスワールなんだけど、でもあの頃はバンドブームだったので、他もガッツンガッツン他も多分売れたなと思うんですよ。でやっぱり歴代1位みたいですよ今回が。しかもあれだよ、このデイリーチャートでは11位まで行きましたよ。あともちょっと。そうなんですよ。でも11位すごいでしょ。でもすごいですよ。ね、強敵がいましたよ。強敵がいたね。10月4日、言いませんけど強敵がいっぱいいる中で、あ、キャンペーンで回るたんびに、たびにかかってたやつありましたけど、言っちゃダメですよあんまり。あんまり言わないでください。いいじゃない宣伝になって。あ、でもああいう強敵がいたお金で10月4日 CD ショップに足を運んでくれた人が、まあ、僕らのも、うん、バーターで買ってくれたかもしれないと。いやいやバーターじゃないでしょ。そう、そう、買わなかったかもしれないけど目にはついた、ね、ついたんだよね。だからよ、うん、いいんですよやっぱ強敵いる方が、うんうん、その中で11は大健闘ですよ。そう、発売日が13位で、発売翌日がなんと11位に上がるっていう、うん、ああそうだった、びっくりして、矢印が上向いてた、矢印が上向いてたからあの時。でそのライバルの H さんは何位だったんですか。 H さん何位だった。1位でした。1位ですよ。1位だ、圧倒的1位ですの人がいました。全然負けてんだ。1位だから向こうは、でも僕らはね、でも11位ですから大健闘じゃないですか。まあ一歩一歩ですよ、何事も。これはもう過去最高位取れたんですから。三歩進んで二歩下がる。はいはい。それでいいです。一歩ずつですよね。はいはいはい。差し引き一歩進んでますから、それ。そうです。このアルバムがね、はい。はい。本当にありがとうございます。ありがとうございます、皆さん。で、そのアルバムの、まあ、お祝いしての、まあ、18位お祝いしてのにこのままとも言えますけれども、楽曲、こう、説明するわけですけれども、うんうんうん、鈴木くんの今回の何と言いますかこのヒット曲「地獄のヘビーライダー」うん、地獄のヘビーライダーのイントロのバイク音も俺の中ではね、うん、ギター的に11曲目に入ってる。それは結構新たな試みでしたよね。そうですか、スライドで、はい、あそうですかって俺ですよ、弾くっていうのは結構今までもあったけど、はい、ああいう風にバイクっぽく弾くっていうのは今までなかった。ありそうでない。あれはね、鈴木くんが、まあ
自動二輪オートマ限定免許、はい、これを取って、はい、このまあ、お祝いソングみたいなもんですけれども、うん、で何としてもバイクの曲を作ろうっつってやっ、はいはいはい、ね、曲作りの時からやってまして、うんうんうん、バイクすげえ苦労したんだよ。あ、うん、もういいや、ちょっと押しましたんでね。いい、あ、いいですか、うん、この年にして試験落ちるとは思わなかったんだけど、まあ落ちるかもしれないなと思ってたけど、ね、予想はしてたので、実際落ちるとすごいショックだね、うん、運転免許のバイクの免許の試験ね、教習所で。そうですよね、うん、撮ってた頃は多分3月のツアーの前、うん、直前の練習の頃だったね、うん、だからそれで、うん、ある時練習の時、うん、すごい無口な鈴木くんが、そう、ちょっとどんよりしたケンちゃんがやってきて、うん、俺何したんだって触れない方がいいなみたいな感じだったよね。試験落ちたっていう、うん、このまま行ったらツアーがお通夜のようになってしまうと思いまして、うん、でもギリギリ2回目で受かったんですか。あれは2回目で受かりました、うん、和島さん、和島さんだって、和島さんが、和島さんのアドバイスを胸に、はい、ええ、肩の力を抜いて、そうそうそう、ハンドルは割と一本橋が苦手だったんだけど、うん、一本橋は遥か遠くを見ると、はい、それを心がけて深呼吸もしつつやったら意外とうまくいきまして、逆走もしなかったんですね。逆走、そう、落ちたのは逆走だったんですよ。俺ね、教習所のあの狭いコースでどうすれば逆走できるのかなと思う。狭いからですね、隣の車線だと思ってしまったんです。ああ、2車線の車線だと思ってた、ね、そう、右折するときいつも自分はまあ右車線に移るじゃないですか、まあ普通大体は、うん、その癖でこう行っちゃったのね、はあ、で、何の話かっていうと、はい、それだけ苦労してやっと取った免許なだけに、うん、曲を作ろうと思ったんです。なるほど、バイクの、うん、やっと受かったからね、うん、で、ヘビーライダーということで、うん、あのバイクの疾走感とかあるいはシフトアップ的な感じの盛り込んでますよね、うんうん、曲調にね。あ、そうですね、あの B メロのことですかね、うん、あれやっぱシフトアップかなと思って、うんうん、で自分もバイク乗るからすごい好きなもんで、うんうん、あのもうすごいこう俺もダビングで頑張ろうと思いまして、うんうんうん、自分の乗ってるバイクに、うんうん、あのバイクの音入れた方がいいって鈴木くんが言ったもんで、ね、そうそうそう、で 125cc のバイクなんですけど、マフラーのここに、うんうん、IC レコーダー、はい、もうその頃大流行りだった IC レコーダーをつけまして、はいはいはい、あのスタジオに行き帰り無駄にシフトダウンしながらあの撮ったんですよ、うんうん、でそれを冒頭に持ってきたら鈴木君がいまいちだって言ったもんで、いや、なんかね、あまりちょっとちっちゃいって言っちゃ失礼だけど、ちっちゃいです、あのピンクナンバーのバイクだけにそんなに期待しなかったけど、うん、自分としてはブンブンみたいなのを想像してたのに、ドコダン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 みたいなやつ、実際は和島君のバイクの音どうだったっけ、ドコ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 みたいな、あ、そうそうそう、125なんで、これがねライトライダーになっちゃったんですよ。そう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 、本当にライト級のバイクになったもんで、レコーディングのそのダビングの日に急遽思いつきまして考えたんですよ、バイクの音をね。お、これはやってみる感じですか、はい、ちょっとやってみます。それは何ですか、これね、なんてエフェクターですか。あ、これオクターブファズなんですよ。ほう、で、まあ、このエフェクター自体はね MXR のオクターブ上のアッパーオクターブ音と下のオクターブ音も出るという優れものでございまして、でこれのね下の方を使ったら、じゃ上のオクターブ音はカットして下のみでやったら、そしたらオクターバーじゃないじゃないですか。いやいや、オクターブ下の音が出るんで、それもオクターバーという。なるほど、弾いた音の一曲下が出る、下が出るんだ。すごい、だから実音で弾くと、こんな音なんですよ。でこれをスライドでやると、ツーサイクル、ツーサイクル、これツーサイクル
サイクルですね。お前よくわかんない。俺だけが楽しみっていうのは最初は 何サイクル？最初は4サイクルの4気筒エンジンって感じですかね。なるほど。ハーレーノードはね、しないわ、これ。ハーレーノードは残念ながらならない。ベースで、ベースでやったらハーレーの音になんないかな。いやとね、音が繋がっちゃうのよね、どうしても。あ、そっか。あの、ドコドン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 ってこうならないとハーレーにならないんで。だいたい2気筒から4気筒ですね、これね。ステージでさ、バイク持ってくるんだよ、ジューダス・プリストのロブ・ハルフォードとか。あれをやりたかったんだけどね。俺のバイクで125で、それはちっちゃくてダメですよね。ちょっとね。鈴木くんのじゃあ自分のね、ご自慢のマグザムでどうですか。70万ですけど。あ、じゃあその値段も聞いてないわ。あれ今50万って言われた。あ、ご自慢の。ご自慢のって言ったんですけど。ごめん、ちょっと空耳ですけど、ご自慢のって言ったまあ、俺のは70万だみたいな。ご自慢がね、ご自慢が。確かに、すいません。いや、まあでもさ、自分は耳が悪くなってきたからね、よく和島くん言ってることで聞き違えること多々ありますよ。我々、ミュージシャンの職業病といいますか、まあちょっと悪くなるね。悪くなってます、俺も実家帰ると母親に、母親が喋ってること何言ってるか分かんなくて、こうやっぱ聞いちゃって、ってもう本当どうしたんだ、一体耳とか言われて今後 MC なんか異世界から来た、なんだっけ、異世界から来た、ご自慢のですか、異世界から来た、あ、まれびとの歌ですか、まれびとの歌、もう一回か異世界からやってきた、まれびとの歌、まれびとの歌、そう、生派で耳悪い、まあ、自分にとってはゆっくり言ってもらえるとね、聞き取りやすいんですよ。ゆっくり言います、そうします、はい、はい、異世界からやってきたまれびとの歌はい、ご自慢のだからマグザムでステージ出てみたらどうですか。やっぱりでもスクーターじゃかっこ悪いでしょう。まあ確かに行くとはいえね、ええ、マグザムはいいんですが、徳がねやっぱこういう感じですもんね。川端君のバイクいいんじゃないかな。トライアンフですか。トライアンフいいですよね、うん、3気筒こんな音しますから、うん、はい、まあいろいろ楽しみですね、ライブね、うん、川端くんのバイクをオブジェで置いて、ええ、またいでこう和島くんが引いて、お願い、これ、あの今、ちょっとじゃあ動きやってもらいます。そうそう、これがいいじゃないですか、バイクパフォーマンス、イントロで、まあ、息の合ったところをなんとかシフトダウンしないようにしますから、そんな、あと、あの中島ノブ君のノブ先生の、はいはい、悪夢の天井よりもなかなかあのいい感じでいったんじゃないですか。いやいや、もう本当にノリノリですよ、ええ、うん、あれもでも楽器いっぱい使ってんだよね。使ったね、あれはあの最初さ、自分が歌うにはなんかこう明るすぎるかなと思ったんだけど、はい、ノブだとこれはいいだろうっつって、よりこうポップにし感じしてさ、で真ん中のサンズの顔のあたりなんかウクレレとか入れてみたりしてみたり、ウクレレ入ってないかもしれないね、結構ちょっとあのミックスちっちゃくなっちゃったね、あのちっちゃくされちゃったんでウクレレいやでもまあ良かったんじゃない、結果的には。そうですね、ウクレレって何よと思ったもん、入れてる最中俺いいと思ったんだよね、あそこアコギ入れちゃうと普通じゃないですか、なるほどね、これねウクレレでやるとすごいこう腰が高くなってね、あの軽快でいいなと思ったの。ウクレレもある意味新機軸ですよね、他の曲では使って、アルバムでは使ってないよね。そう、あのニニエシで初めて使った、やっぱいろいろ今回楽しかった、一度あの筋肉少女隊さんたちと地獄のやった時に、そう、あの時買ったのもしかして、あの時買ったの地獄のアロハのおかげだ。そう、あの時ね内田くんとなんか街を歩いててたまたま入った楽器屋で衝動買いしたんだそうです。内田くんと街歩いたらすごい目立つんじゃない。ただ目立つんですけどすげえ目立つんですよ、でまあそのウクレレあったから、今回いろいろ一年からの方向っていうことでさ、ちょっとこうなんていうんですか、万華鏡、なんかこう
いろんな色をつけてみたいと思ったんですよね。それで楽器いろいろ使ってみましたよ。あれだよ、宇宙のシンフォニーでこう弓も使ってますよね。はい、あの、うん、シンフォニーの曲はやっぱ我々宇宙シリーズいっぱいやってるじゃないですか、うんうん、で限界あんだよね、エレキギター普通の音だけだと、うんうん、だからいろいろやろうと思って、あ、これだいぶ切れてきましたけど、うんうん、弓もやってみた、うん、これでもね難しいんですよ。はいはいはい、一応やってみたんですけど、いやいや、どうでしょうか。よくやるジミー・ペイジがやるか。そうです、はい、それやろうか、あの宇宙から、あのライブで宇宙の、はい、そうそう、シンフォニーで今日あれだよ、はい、演奏するかも、有料会員になれば、ああ、有料会員になるとはこれがうまいね、うまいね、誘いましたね、はい、揺れますね、はい、いいところでぶっこんできたね、今ぶっこんだね。だからあの曲もいろいろ遊べて楽しかったし、あとエレキシタールとかもあの曲を、ね、入れてみた、うん、ペンっていう感じのね、どこで使っただけ、はい、どういう風に使ったっけ、あの A メロで、あの裏で入るかね、あえてサンドノード入れずに音とルートだけで、そうだ、この、うん、あとあれだ、あ、そこでもやった、ここでも、そう、ここはどこで入れた、これは有料会になれば聞けるはい、だからそうですね、あと超自然現象なんかも自分としては面白くできましたね。 はい、あれかっこいい曲だね。ね、あれ、うん、もしかして1曲目でも良かったもんみたいな説もありましたね。なんかよくできました、うん、ミラクルって歌詞じゃなければ1曲目だったかもしれない。そうですかいや、あれはね、いい歌詞ですよ。いや、いい歌詞だと思ったんですよ、うん、俺は。なんかこう、あれ人間数どうしちゃったのって思われるのもなんだなと思って、どうしたんだろうっていうのもやってみたいなと思ったんですよね、私としては。じゃあやっぱ3曲目でちょうどいいんじゃないか、ちょうどいいか、うんうん、やっぱすごい難しく書きすぎちゃうと結構つらいっていうかな。そういえば1回難しい歌詞書いて、書いた、ボツにしたんです、自分の中でリセットして書いた、はい、最初はどういうあれだったの。もっとあの悪空のゴンネが地球を覆っているよみたいなんじゃなくて、うん、なんですかね、覆っているよみたいな、そんな優しい言い方じゃなく、はい、わしはなんとかじゃーみたいな、ね、感じの、それが難しいのかな、難解な言葉の羅列にして、あのさっぱり何言ってるか自分でも分からなくなって、でやっぱくるくるミラクルが、これは面白い、くるくるミラクルが、はい、パワー、パワーを使いたかった。そして、はい、あのパワーはさ、俺びっくりしたんだけど、うん、あのダビングしたじゃないですか、うん、あの大衆大勢でパワー感をやろうと思って、うんうん、っていう風にダビングしていったんだよ、そのエンディングのところ、うんうん、で最終的にほらエンジニアのテル君に、うんうん、あのトータル何人になったって聞いたら、うん、13人って言ってさ、うんうん、それおーって俺は思ったんだけど、そうね、すごい偶然で気持ち悪くない、最後の晩餐みたいで。あ、なるほどね、うん、すごい宗教的数で面白いと思いました。自分の中ではあそこ、和島が、うん、どっかの村の酋長でパワーっつって、大江戸信がパワーってやってる図なんだけど一緒にやってる図なんですけどね、だからライブでは和島が酋長でパワーっつって、お客さんみんな
バカ。わかりました。その時はじゃあ、はい、私もそのつもりでやりますので、よろしくお願いします。あとですよ、はい、あと述べたいところとしては、うん、月夜の鬼踊りも、はいはい、これはジャケットにもすごくマッチしてるし、放電使ってるこの、土着感が出た曲じゃないですか、あれ。あれやっぱりサビでさ、ええ、ネプタの太鼓を取り入れたからですよ、こそ出る。すごいこれは頑張って作ったと言ってました、練習の時から。でこのドラムのリズムっていうのは、うん、このネプター林がこう いろいろあるじゃないですか、うんうん、どこのパートにあるわけですか。例えば、はい、あやかしの鼓のダン、はい、ダダンダダン、さすが9800円のドラムセットの音はすごい音してるね。あ、でもなんか音楽室っぽくていいじゃないですか。これが息のネプタ、いわゆるメインのあれですよね、うん、リズムパターンですよね。だからお祭りの運行のメイン、はい、ストリート歩く堂々とした林、はい、でね、え、プタのマンダリカっていう曲あるけど、あれは、はいはい、ありますね。もう違う。あら、まあダメ出しがあるんで、そっちのネプタに関してはで、もっとゆっくりだもんね。じゃあ、あーさダンドドンダン、あー、そうなんだね。運行の、うん、合同で運行する折り返し地点みたいな解散場所まではさっきのメインリフォやり、はいはいはい、この後はもう解散で自分たちの小山で酒飲んでもうはちゃめちゃになって、ダンダダンダダンダダあいってこうあ、なるほどね、はっちゃけて帰る。結構でももうちょっと早くていいんだ。いや、まあこんな感じです。こんな感じ。あれ聴覚ごとにでも速さ違うよね。あれ違う違う違うんですよ、あれ面白いことに、うん、で割とヘビーなの結構好きだったりするよ俺。あすごいゆっくりやるとこもあるじゃん。あれ若い人が多い聴覚内は早いね、うん、早いのもあるよね、うん。だんだん速くなるの、なんつったっけ、リタルダンドのギャグ、なんつったっけ、ん、まあ、とにかくダン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 っていうのをやる、すごい邪道なのもあるね。あ、リズム変えちゃうところなんですね。今本当の嫌そうでしたね。いや、まあでもそういう聴会の人を見てるかもしれない。あ、そうですよ、そうです、まあ、そういう人もありますよ。で、その中で今回の月夜の鬼踊りは、うん、あれは真ん中に、真ん中じゃないよ、その運行中にネプタが詰まって止まった時の林なんです。休みというやつですよね。笛の旋律も違うし、うん、こう並んで動いてる中で詰まっちゃったりしてちょっとこう止まらなきゃいけなくなったとか、うん、そういう時のやつ。そうそうそう、なるほどね。だ運が悪い人はそれしか聞かない。休みばっかりか。いやいや、休みは聞けないっていうことはよく。ああ、なるほど、うん、そういうこともあるのか、うんうん、休みをやらない町会もあるし、今は一応僕もネプタの笛吹けるんですよ、うん、ええ、ちょっと自慢げに言いましたけど持ってくれよかったな、けどな。でもね、ごめん、自慢げに言った割にはもうほぼ忘れ覚えてないですよ。一応さ、ネプタの運行に参加したことあってやりました、うんうん、であまり休みせっかく覚えたのに、うんうん、発揮する日がない時もあったわ。そういえばつまらなければ、ね、ずっとスイスイに進めば一生聞くことがないフレーズですよね、うん、だから皆さんもこれを見てる方も、ネプタを見に行ってください。
3種類あるのを全部聞いてほしい。面白いですよね、うん、林が全部違うんですよ、はいはいはい、で今回は三浦呑龍さんというスーパー絵描きさんに描いてもらったんですよ、弘前の。そこでジャケットの話ですよ。そうそうそう、はい、そのずっと高校生の頃から大好きだった三浦呑龍さんの絵を使うことができて、すごい嬉しいです。これで人間室の資料を買った人も、三浦呑龍さんってどういう人かなって調べたりしてさ、はいはい、もう三浦呑龍さんの名前がどんどんこう広がったと思えばね、なおさら嬉しいんですよ。今回何でしょうね、流れるように行きましたね。一度ジャケットっていうかさ、アーシャをどうしようかって悩んだ、うんうん、悩んだんだけど、そこを乗り越えたら流れるように進みました。和島君は最初は洞窟とか、ついね、異次元っていうさ、異次元の隙間から何かが見えるみたいなジャケットでしょうって言っててね、でいろいろ抽象的なことを言ってたんですけど、うんうん、どうもそれは難しいってデザイナーさんからも言われたりして、うんうん、じゃあ例えば洞窟なんかどうだろうみたいなことも言ってたんですけど、うんうん、なかなかいいロケーションがないんです。和島君ギター入れてる間、ノブ暇だっつってすげえ洞窟調べてくれてたんだよ。すいません、いやいや大丈夫、iPod を駆使して、そうそう、ダビングギターをガーって入れてる時に、うん、いっぱい洞窟を調べて、いくつか結構出したんだけどね、ここどうだろう、行ける範囲で、はい、で、出したけど全部ボツになり、うん、なんかやっぱり行った時にないんだよね、そこでこうさ着替える場所がなかったりするんだよね。そういう着替える場所もないし、うんうん、あとずっと人が行き来しててダメだったとかね、トンネルとかだと、はいはい、結局適してなかったんだねみたいですね。でそんな中でどうしようってなった時に、もう、うん、アーシャを撮る数日前にネプタ絵を使ったらっていうことがあったっていう話をなんかこうミーティングしてる中で、うんうん、ふっとこう、ね、うんうん、鈴木くんが言ってくれて、そして思い出したんですよ、ね、うんうんうん、あ、なんだそれありですねっていう話で、うんうんうん、そしたらカメラマンの人がスタジオでプロジェクターで、うん、僕らにこのネプタイを投影するとかっこいいですよっていう話で、うん、おお、そこで異次元感も出るし、そっから回り出したんですよね、それがこのアーシャですよ。これです、これ合成して加工してるわけじゃなくてね、その実際に光を当ててる中に僕らが入っていってこの写真ですよね、うん、そう、うん、でまたそのロケーションどうしようかっていう悩みが一気に解決しまして、うんうん、スタジオであっという間に撮れまして、そう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 PV もあっという間に撮れたしね。でこの流れでだからジャケットもネプタイで行こうってなったんですよね。呑龍、うんうんうん、さんにご挨拶行ったじゃないですか、うんうん、そうだったね、うん、やはり使わせてもらいますということで、うん、その時がやっぱり電話とかじゃなくてちゃんと会ってお話ししたいっていう、ケンちゃんが大ファンでしたから、ね、鈴木くんは特に、うん、そのこう気概というか意気込みがね、うん、すごかったね。いや、まあ、ではちょっとだってね、まあそうですよね、すごい、ましてやメールでなんてできないですよ、うん、ましてや、うん、やっぱ直接お話ししてってことにしたんですね、うん、今度弘前さんもライブで行くけど、その時は、はい、そのね、ジャケットとかポスターとか全部持って呑龍さんにこんなんできましたって言ったらお礼しに行かないと。そうです、その時は俺も会いたいな、ぜひ、はい、二人は会えたいね、うん、それ忙しいから必ずしも会えるとは限らないけど、うん、まあ、うん、会うよく会う人には渡せる、うん、すごいね、腰の低い人でしたね、うん、腰の低くて優しい人でした。やっぱりさ、人の人柄が絵にも出てるですよ、うん、この美しい色使いっていうのは、美しい心から生まれる美しい色。そうですよね、うん、もう生首があるけど、うん、美がありますね。そう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 、決して人を嫌な気持ちにはさせない、うん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 、確かに分かってくださってありがとうございます。いやいや、うん、だってもう鈴木くんはね、うん、もう毎年ネプタシーズンは呑龍さんの絵を見に行くって、まあ他の人も見ますよもちろん、はいはい、でもファンなんですよ、なんていうの、ノブが日野秀先生が好きなのと同じように、僕も三浦呑龍先生が好きなんです、はい、そうだ、和島くんがなんだっけ、はい、よく読む谷崎十一郎が好きだように、あ、谷崎好きっす、あとムーも好きです、まあそれはあれです、好きなくらいに映ってますね、うん、僕も呑龍さんの大ファンなんです。いや、よかったですよ。ですごい、だから、あれ、なんでしょう、一輪でちょうど20枚目のさ、うん、メモリアルにぴったり
な、うん、いいジャケットになりました、うんうんはいうん、でそれをやってのファックスそうかはい、うんまあミュージックビデオの話は後でも触れつ簡単に触れつつもうそろそろファックスどうでしょうみたいな感じですそう今日もファックスを募集してたんだよね、はい、そうそうはいありがとうございます、はい、これはちょっとどうでしょう一人それぞれ、これお名前とか隠した方がいいですよねやっぱね大丈夫かなこれこれうまいですね、はい、電話番号とかは、うん隠した方がいいですね、これは、はい、じゃあ初め人間ギャートルズのそうですね家族をうまいですねうまい人間室のメンバーにこれさ、うん、まあ鈴木くん相当すごいですけどねいや相当似てますよ似てるね、うん、昔はさ、うん、僕のイラストだって書いてくるやつが、なんだろうエース持ってるわけでしょかなりエースを狙いの宗像コーチみたいな絵だったので、今最近はそんなことなくてすごい割とリアル写実的になりましたかそうそうそうって相撲取りとかさ、そういうのに見立てて描いてくれるんだけど、これ俺ドテチンだねでこれはこの人はさ僕ですけど、はい、おじいさんが来たおじいさんと息子と孫なんかね家族に見えるねちゃんとヒデモグラがいるんじゃない？いるの？これ。あ、本当だいるわ。これでケンちゃんベース抱えてんだね。輪島くん。そうだ輪島くんもギター。ギター抱えてちゃんとドラムもありますよ。石でできた石でできたよ、はい。ベースとギター弾いてるよ。うん、やはりね。ありがとうございます。すごい。お客さんも絵心ある人いっぱいおりますよね。おうん。ノブくん。はいはい。持ってるやつ。これは三浦、名前言っていいかな。いいですかね、名前は、うん、ひなこちゃん、8歳コウモリノブさん。コウモリっていうのはどの辺？多分ここに、このこれが羽、うん、なんですね。どういうこと？鳥でもない、動物でもない。あー、哺乳類なのか、鳥類なのか、わからない。表ある人間だと思ったんじゃない8歳が何かそういう思ったの、すごいよ。私の学校の校歌には、うん、ダムが出てきます。おー、すごい、聞いてみたいな。で、私はコウモリが好きなので、コウモリの曲を作ってください。そういうことです。ノブさん大好きですって。嬉しいね。あと10年後に会いたいね。はい、気をつけた方がいいよ。その頃我々もう60ですけどねそうだね、もう60だもんね。そしたら、いや、ありがとうございます。ありがとう、すごい似てますよ、うん、その前髪ポイント高いね。あと眉毛もこれね、ちゃんと眉毛ね、ハの字になってる、はい、目が三日月の上になってるもんね。コウモリです。はいはい、ありがとうございます。そしてこれはまたお子さんからいただきましたね。はい、人間椅子のおじさんへ。おじさんへおじさんへまだいいよ。おじさんへ。人間椅子おじさんへ。アルバムの最初の曲がかっこよかったです。ういあとこれ名前だった、ちょっと読み、はい、写真撮ってくれてありがとうございましたということで。じゃあインスタイベントに来てるかな。はい、お子様のこのね、これはおそらく鈴木くんだと思うんですけれども、うんうん、ナスみたいな顔になってます。いいじゃないですか。何か白いナスありますね。人間を超えたものに見えますね。ナスのようになってます。ありがとうございます。ありがとうございます。置いておきますよ。他にもいっぱい来てたですか。はい、なんか質問、ま、質問とかなかったですか。あ、そうね、何か。うん、そう。うん、和島さんの好きなタイプは。いやいや、みんな絵うまいよね。でもね、好きな食べ物はやっぱ、ね、でこう見せられる範囲でこう全部見せちゃっていいんじゃないですか。はいはい、名前的なものをちょっとこう。あ、これはまたうまい。うまい。うわあ、すごいね。うまい、これは鈴木くんかっこいいですよ。いや、これみんなかっこいいじゃないですか。うん。ややちょっとリアルよりは印象派ですかね。なんかうまいですね。はい、うん、はい、はい、ありがとうございます。18位おめでとうございます。はい、あ、なんかね、我々どうもちびっこに人気らしいですよ。本当だ、9歳の方が
ドクター・ワジー。ドクター・ノブ。ん？僕何イッスマン。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 なんかのあれがあるのかな。すごいあの鈴木くん軽快な動きですよね。本当だ本当だ。本当はこんな動きできないはずなんだよね俺。いやなんかすごい。これだね、ドクター・ワジーがイッスマンを作ったって感じだよねこれ。そうだね。ああなるほど。俺は助手って感じだ。ああ。ドクター・ノブもいいね。ちょっと髪型いいね。はいはい。はい、はい、ありがとうございます。はい、イッスマンということでした。はい。あ、これはあの質問的なやつじゃないですか。はい。異次元からの方向発売おめでとうございます。バラエティに飛んでいてかっこよいアルバムですねと毎朝聞いてパワーをいただいております。あ、お三方が特にかっこよいと思うボーカリストを教えていただきたいです。日本海外問わず。好きなボーカリストだって。おー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 、うん、まあまあね我々も歌、うん、歌って踊れてギターを弾きますから、うんうん、はい、どういうボーカリストが好きかと。まあ僕はオジオズボーンですかね。あ、やっぱそこは揺るぎない、うん、あのビブラと全くかけない歌い方が好きですよ。ああ、あのちょっとそのなんでしょう、オジオズボーンってややボーなところがあるよね。そこがかっこいい、ね、そこがいいんじゃないですか、うん、分かってねえな。いやいやいや、いい意味で言ったんだよ。だからそれで今のよかった、分かってねえなってすごいよかった。声自体がさ、うん、であのおじおずまずるいと思いますよ。普通の人にない声してんだよね、あの人ね、うん、これ作るメロディーも呪文みたいなメロディー上がって、うん、特に上がったりしない、こういわゆる歌謡曲みたいな上がり方しない、うん、ルル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 みたいにこうこうもく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 っていく、あのタラタとかいかないところ、ハイトーン、いわゆるこあるじゃないですか、ヘビーメタルのハイトーン、ボーカルっていうジャンルもあるけど、対極ですよね。そこは多分ね俺も同じなんですよ。ハイトーンボーカルちょっと苦手なんですよ、苦手ですよね。ノブハイトーンだけど大丈夫。あ、そうですね、ハイトーン。あ、俺がノブのハイトーンはまたあのハイトーン僕らとはちょっと違うテイストだから。違うよね、違うよね。グラハム・ボネット症候だよね、ノブね。イアン・ディランとかではないんですよ。そうそうそう、うん、なんかこう喉を壊しそうだ、すごいあの、あ、無理し、あ、無理してるっていう言い方もなんですけど、そのなんつうの、いっぱいいっぱい感そう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 、ロックっぽい、なんかすごいこう熱苦しいんだよ。まあまあそれがどうやら俺の色になりつつ、そうそうそう、だからやっぱ俺はグラハム・ボネット大好きだもんね。やっぱり大好き大好き。俺グラハム・ボネット聴いてんのにノブの顔が浮かぶんだ、いつも。いつもレインボーとかあのアルカトラスとかマイケル・シェンカーとか、マイケル・シェンカーアルカトラス聴いてて、それはやっぱり影響を受けてるわけですね。受けてんのかな、知らず知らず。あとでも考えると、うんうん、やっぱりボーカリストっていうかピーター・クリスの声大好きですよ。はあ、キスのあのしゃがれた、しゃがれてる、意外なところ出してきたな。いやすごい好き。俺はね、なんか別特にお手本ないっすよ。あ、でもね、うん、A ちゃんはいいと思うんですよね。日本になる矢沢永吉の歌いいっすわ。ああいう風に歌いたいなって。あ、ほんと、うん、随分違うけど違うっすよね。随分違う人はね、ああいう風に歌いなたいなと思うのは、あとポール・ロジャース。全く違いますよ。すげえ上手すぎるけどね。すごい感情的な部分は、いや全然出てねえって言おう。いやいや、いいっすよ。まあ、俺のテレパシーで聞こえました。そう、全然ああならないですよ。ブルージーに歌えないんです。あと前に聞いた時は、あれだってどういうつもりで歌ってんの、どういうつもりで歌ってんの。お前どういうつもりで歌ってんの。いや、俺はだからものすごいあの批判されてるみたいな。お前どういうつもりで歌ってんだ。ジョン・レノンみたいな気持ちで歌ってるって言ってたよ、その時は。あ、でもね、心の教科書はビートルズなんですよ。すごいね、発音しっかりしてるんですね、ビートルズって。あの結構ありがちなのは、時代が進むに従ってロックっていうのは言葉ガンガン詰め込んでくるじゃないですか、うんうんうん、早口言葉になったり、あとラップが生まれたらもっとこうセンテンスが長くなって、何言ってるんだろうって、我々耳悪いから本当分かんないでしょ、うん、あのビートルズのとかはすごいね、分かりやすい、音符にこう、ね、パシッパシッとこう言葉はまってて、いいっすよ、あんな感じでした。
と品があっていいわけよね、うん、ああいう風に日本語が聞こえるに歌いたいっていうのと、うん、あとトム・ジョーンズも好きです、うん、おロックじゃないですが、あの声量っていうのと全然違うけどね、だからないものねだり、うんうん、僕あまりお手本がないから、うんうん、どういうつもりで歌ってるんだって、うんうん、人に思われるのかもしれませんお手本がないからです、それは。随分失礼なこと言ったな。いやいやいや。あ、そうですね。で、このアルバムが出たということで、うん、まあ、ミュージックビデオも作りましたけれども、いよいよツアーが近づいてまいりました。はいはい。10月31日からです。はい、今一生懸命練習してますよね。うんうん、歌詞がね、ついついって出てくるよね。あと何回も何回かやらなきゃダメだね。そう。古い曲ってやっぱり何度もやってるから、ね、うん、すぐ出てくるんだけど、やっぱ新しくなればなるほど、うん、なかなかね、練習重ねないと出ませんね。何回やっても忘れちゃうんだよね。あれかなと思って、はあ、ボケてんのかなと思って、アルツハイマー最近最近よくピックポロッと落とすしさ、更年期かなと思ってんだよね。まあまあ、まあ、50過ぎましたからね、うん、何かしらのあれは出てくるのでは、うん、まあでも、なんかだってさ、うん、桑田佳祐さんの若い広場はスラスラ出てくるんだから覚えられるはずですよね、うんうん、僕は。ああ、はい、あいのこと、あれは出るんですよ、出るんですよね。だから同じ感覚で覚えれば自分の歌も出るはずなんだよね、うん、それね、うん、桑田さんのような詩を書きます覚えやすい詩を今後の課題として頑張ります。みんなが口ずさめるやつを、口ずさめて怖いやつを目指しますよ。すごいハードル高くなったよ。すげえハードル高いんだけどそれ。いやでも今回のアルバムには口ずさみやすい曲いっぱいあるじゃないですか。そこなんですよ、うんね、そこを狙ったんですよ、うん、俺としても、うん、やっぱり少しはあの桑田さんのようになりたいわけですよね。あ、なるほど。やってるからにはオジー・オズボーンさんだっていわばヘビーメタル界の桑田さんでしょ、うんうん、超どういう例えだっていうんですけどあのね、うん、そっか、覚えづらいよね。いや、和島君に苦情言ってるわけじゃないですよ和島君の歌詞より桑田佳祐さんの詩が良くて覚えやすいって言ってるわけじゃないんだけどね。なんかこう、なんででしょうね、うん、あ、それはやっぱりあれでしょ、当然あの日を毎日見てたっていうのもある、ね、そうです、そういうことです、うん、いわゆる毎日聴いてるから覚えたんです、うん、そう、日を終わっちゃったからよ、まあ、ここにひよっこロスの人が多いんですけど、まあそのロスの中でこうツアーでやる曲練習していくと、うん、CD よりもよりまあ当然ながらバンドサウンドに今なっていってますね、うんうん、録音する時ってほら、うん、A メロを取って B メロを取って C メロを一気に流れで当然取るわけですけど、うんうん、一定のテンポで取るとすごい違和感あったりするんだよね。だから例えば C になったら急にまあそのクリックを1個、うん、いろいろ工夫して撮ってるわけですけど、まあ、なんでそういうことをやるかっていうと、はい、やっぱりいろいろダビングするときに早いからやってるんだけど、まあ、クリックある方がダビングしやすいんです、はい、うん、そう、それはなんでかっていうと3週間っていう短い期間で撮らなければいけないから、まあ、そうなってるんだけど、うん、本当は一発でこうねいければいい、ライブ、いいよね、ライブと同じ状態で、うん、やっぱそれそうなるにはね、やっぱりこうメタリカぐらい売れないと、あ、もうちょっとした、あ、レコーディング期間が長く取れると多分いけるんだよね、それね、うん、で今ほらライブ練習になってるとそういうクリックの足かせがない分、うん、すごい曲がナチュラルなの、うん、よく言うね、いいですよ、いい感じで今いけてますよね、うん、いい感じに揺れて、いい感じに遅くなったり、うん、速くなったりしてる、なんで楽しみなわけですよ、歌もね、はいはい、結構やっぱり、CD よりいいよ、いいよいいよいいよ、いいか、いいか、自分はいい感じで歌ってますよ、うん、そんなことない、いいよいいよね、うん、いや、いいですよ、確かに特にノブは全然まあ、スタジオがダメだって言ってるわけじゃないけど、はい、あの練習の時歌いいよねあ、そうね、ノブ CD より全然いい感じ、うん、そう、うん、じゃあやっぱりみんなライブ来てもらって、うん、ね、そうです、そうですよ、あのね、聞いていただいた CD がこうライブになるとまた違う輝きがあるというのをね、うん、ぜひ見ていただきたいですよ、そう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 、はい、もうあの、うん、10月31日から11月19日、うん、
11月19日のファイナルもね、ぜひみんなに来てほしいですよね。ぜひぜひ。ゼップダイバーシティで大きいじゃないですか、うん、大きいですよ。渋港よりもでかいんですよ、うん、行ったことあんの？大きいですよって言ってると、まあ、推測で言ってますね、まあ、あまり、まあ、いいんですかそういうこと言ってもあんまりないといえばないです。いやでもあのあゼップはあるじゃん、やったことがあるじゃん、ゼップは。いやノブはあるの、ダイバーシティ外側しか見たことないな。なんだみんな知らないんだ。いやもちろんね、いいじゃないですか、うん、ないですよね、新鮮でいいじゃないですか。はいはい、でもそうそう、ぜひねみんなにツアー来てもらいたいというこういう話です、うん、そして、はいはい、今日初出しのネタが一つあります。それははい、はい、このツアーで売るツアーグッズ、はいはい、これでねちょっと一つ新しいのを出しますよ。なんとまた、はい、ハードコアチョコレートとコラボした第2弾の T シャツが発売になります。イエーイ。おー、これです。これやっぱりハードコアチョコレートさんのテイストがちゃんと出ておりまして、はい、我々がこの異世界の中にまあいる感じですよ、うん、でこのねポイントはこれ、俺この箱みたいなね、パンドラの箱を開けちゃったみたいな、これが多分いいんじゃないですか。でそこから我々がこうムニョワーンと出て、でちょっとこれ歌詞に出てくる登場人物が、そうタイトルに結構関係した人が、風神もののけ、悪魔鬼っているんだね。そうなんです。これで、うん、これがツアー初日から、うん、もちろんライブ会場でも売るし、うん、それから、ハードコアチョコレートの店舗も、はい、通販も、うん、ビレッジヴァンガードでも、はい、はい、でこれがねオレンジカラーで、うん、僕らの会場限定、うん、そしてもう一個こちらがハードコアチョコレートさんとかビレッジヴァンガード限定の色です。はい、ピンク。ああ、これはあの女子がまた似合いそうじゃないですか。そうなんです、はい、これ鈴木くんね、いいですか。いやいいなと思って、うん、こっちの方がいいなと思って。あれもうコーツつけがたいということですよ。オレンジもいいね。そうなんだよね。だからこれがあの店舗でももうツアー初日から買えるし、はい、ライブ会場でももちろん。そしたらこれを着てですね、はい、ゼップダイバーシティに、ね、ぜひぜひ着ていただければ、はい、でもまあもちろんこれはコラボ T シャツで、他にもツアーグッズはね、はい、いっぱいもちろん出るので、そちらもお楽しみですよ。そっちを買ってほしいよね、はい、いやいやいや、どっちもどっちも、いや、まあ、みんなきっとどっちも ね、いい、あのいろいろ考えてますよ、うん、T シャツとか。いやいや、だってやっぱニゲイスが作ったやつを買ってほしい。いや、これもニゲイスが作ってるけど、あの、はい、ハードコアチョコレートっていいんすよ、これ、これもハードコアチョコレート。おー、じゃあだってさ、うん、ああ、いいですね。これさ、やっぱそれぞれの個性が出ていいですよね。また鈴木くんはもうこの世のものじゃないし、ノブくんかっこいいよ。いや、なんかこれちょっ と、なんか映画の昭和の、そうそう、昭和のヤクザ映画の人みたいな、そうそう、いい映画、いいですね。ああ、うん、お命頂戴しますみたいな顔してますね、うん、不器用じゃけんみたいな。はい、それ誰の真似だったんだろう、はい、高原健じゃないの。不器用じゃけんって言ったからね。じゃけんとは、不器用ですからだよ、不器用ですから、うん、はい、こんな T シャツも発売になります。はい、はい、さあさあさあ、そうなんです。そしてあれですね、はい、うん、先日、うん、ミュージックビデオ、うん、虚無の声、うん、これがね、動画サイト等で、はい、まあ、公開になったわけですけども、うんうん、まあ、我々としては、うん、すごい視聴されてるわけですね。あ、反応が良くてありがたいことでございます。はい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 、今はそうなんですね、テレビで流れなくても見れる時代なんですね。そうなんです、動画サイトとか、はい、うん、昔は音楽番組で取り上げてくれなきゃ見れなかったわけ。そうだったね、昔はミュージックビデオっていうのは、うん、今はどっちかっていうとむしろそういう動画サイトの方がみんな見るんじゃない、うん、ミュージックビデオに関しては。やっぱり面白いのがだっていっぱい上がってるもの、うんうんうん、で僕らの好きな昔のハードロックもさ、はいはいはい、古いのが見れたりするからさ、面白いですよ。しょっちゅう見ることになっちゃうよね、やっぱり曲入れただけでほら、うん、繋がっちゃうようになってるんだよね。そう、あれがまたさ、でうっかりキングクルーゾン見ようと思ったらニーニースになってああ違うってそうそうそうったりするんだけど、あるある。で虚無の声はほらやっぱ若い人に見てもらうのも
ありだと思うわけですよ、動画祭とかし、でプロジェクションマッピング、そして LED の映像っていうことで、最新鋭の、はい、ナウじゃなくて何つったっけさっき、アップトゥーデート、アップトゥーデートのこと好きだよね、そういうの、そういう新しいもの、まあ、新しい言葉も、ね、なんかこう、うん、若者に迎合する感じ好きだよねそうでもナウイの方が結構好きだけどねナウイのね、あ、いやいや、でもこれそうアップトゥーデートになったでしょ、いや、さ、最初見た時、なんかチカチカするし、カメラ割りがしょっちゅう切り替わって疲れるなと思ったの、はい、年寄りには向いてね、ビデオだなと思ったんだけど、それを和島君にそう言ったら、いや今これが流行ってんだっつって今これ流行ってるんだっていう発言自体がおじさんだよね、いやいやいや、今これどうもこれが流行らしいからこれでいいんだっつってこれでいいんだって、うん、でやっぱさ、だってかっこよかったよ、あの我々が若く見えますから、やっぱり一区画一区画全部かっこいいと思ったけど、自分の脳みそが追いついていけないってことね、パッと追いつけて追いつけなかったんでね、あれやっぱりね、結局その最後まで飽きさせないように見てもらうためには、ある程度カメラ割り早くしないと多分、そういう流れだと思いますよ、最新はね、最近はそんなんだっていうことだし、あの我々のほらライブビデオも出したじゃないですか、渋子のやつ、あれもやっぱカメラ割り早いんだけど、もうそうなんですよ、あの時代だったら、なんか疲れるなと思ってな、まあ、アップトゥーデートでよろしくお願いします、はい、和島さんのソロ弾いてる時はずっとソロの指使いを見たいなと思ったりするんだけど、意外とさらっとだから流れちゃってね、今回はまたこれが非常に、まあ、ある意味成功したと思うんですよ、あれで現実の崩壊する感じ、異世界観も出せたし、プロジェクションマッピングで出せたんで、次は逆にあのすごいカメラ割り少ないのとかも面白いのかもしれないよね、あ、固定カメラでずっと思いつきで言っちゃったけど、ずっと和島さん映るって、もう小津安二郎かぐらいにずっと動かない、あのなんか我々が茶の間にいてずっとこう、ああもうこの目線でね、そうそう、小津カメラでね、あ、いいじゃないですか、全然、あ、もういいね、編集なしで、あれですよ、ね、もうずっと、それいいわ、小津安二郎路線どうですかね、自分も見ていて疲れないわ、それ、これは、お年寄りも安心して見れるかな、いい、そんな次回のアイデアも出ましたよ出た出た出たということで、そろそろですかね、はい、あ、ケンちゃんの意見どうか今ちらっと見たら、あ、いいです、モノクロいいですよね、確かにね、あ、モノクロ的なのもいきましょう、あれポリスのルル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 ルあれもあんなゆっくりな感じ、あ、次バラードでも作ってみる、和島君、不気味なバラード、不気味なバラード、はいまあそれでプロモーション取るかどうかあれですけど、いいですね、不気味なバラードやりたいわ、次回作もやっぱりもう考えますもんね、そうね、次々考えて先を考えてやらないとね、アルバム出した後ってすごい納得して、そのね、達成感があるとともに、もう割と次のこと考えるもんね、いや、まあ実際そうですよ、出来上がった時がピークじゃないですか、僕らは、それから随分経ってるんですよね、実際出るまで、はい、2ヶ月も、ね、だもう気分は次に行っちゃってるんだよね、はい、そんな中、もうその今話題沸騰中の虚無の声のプロミュージックビデオを見ていただきましょうということで、はい、はい、それでは皆さんよろしくお願いします。
はいはい、人間室でね、ジョムの声見ていただきましたよ、うん、ミュージックビデオ、はい、おお、どうですか。聖地ソークゼクこれでこう異世界の感じを、そうです、出そうとした。これもうちょっと上げてもらっていいかな。
あ、伸ばしても来るんでいいよ。ゴーストのパーカーを抜いてゴーストの T シャツになる。あ、ゴースト推しですね、鈴木くん。ゴーストの前座やりたいんだよね。おお。いや、かっこいいミュージックビデオでした。このゴースト。おお。後ろどうなってるの？どうなってる？あ、ごめんなさい。後ろ何も書いてませんでした。見える人が見えるってやつですね。後ろはね。ええ、で、これから。もうせっかくなので、うん、我々のこの音楽室での生演奏をやっていこうかなと思うわけです。いえ、はい、もののけフィーバーをやるわけですが、そうですね、何をやろうかということで、うん、音楽室によくさ、うん、あのベートーベンの肖像とかモーツァルトの肖像、はい、動いたみたいな音楽室の階段ありますよね、うん、なんかそこにちなんだわけでもないですが、はい、もののけフィーバーやってみようと思いますよ、はい、あれはさ、パパパパパパとかさ、はい、パーパープーってあのハーモニカで本セクションをみんなまずハーモニカって気づいて出んじゃないかな。あ、そうなの。本セクションみたいに聞こえやがる。あのいわゆるパーパパのところは、あ、やってるんです。やってくれます。いわゆるブルースハープなんで、ね、キーが決まっちゃってるんですよ、うん、だからサビとかは大変なんですよ、3本使わないといけないんですよ。おうおう。だからこうなるのか、うん、一人で3本って大変だね、それ。そうね。じゃあ1個持ってるよ。あ、じゃあこれでいきますよ、サビ。せーの。ほら、ハモさん方。ハモさん方。これが一回でやれるわけないんで、もう一回やろうかな、面白いので。お願いします。スリー、ワン。フィーバー、フィーバー。で、これ、つまりダビングしたわけです。一本ずつ。それで。そういうね、これはあれだね、ギター弾いてるとできないから、もうみんなに想像してもらって、ギター弾いてもできないし、歌ってもできないし絶対できない、だからすごいお客さんの中でハーモニカが堪能な方がいらっしゃいましたら、やってみても面白いんじゃないですかね。あ、参加できる。いいかもしれない。あ、はい、俺とノブがふー、あ、まあ弾けねえな。ノブできるわ。サビも楽しいけど、これはね、ノブ口開いてる。これは吸って吐くだけなんで簡単ですよ。いや、俺コーラスやってるよ。フィーバー、そこいいわ。あれ、あ、あれじゃボブディランみたいに、ボブディランみたいなハーモニカホルダー3つ3連の。あ、できるわ。できるかも。いいな、俺もやりてぇ。ホルダーつけて頑張ろうかな。じゃあ、そんな、皆さんの脳内でハーモニカを出してもらって、そういえば新曲やるの初めてですね。そうですよ、こういうね、公の場でやるの初めてでございまして。何分あの物質なだけにさ、音はしょぼいんだよね、はい、この妙なこの軽さの中でやるわけでございますけれど、うん、すごい、いつもの50分の1ぐらいのボリュームでやってきたら、はい、だってさ、ノブがすごいちっちゃいもん。なんか すごいちっちゃく。どんぶりぐらいの大きさだよね。でもなんかこう、この軽快な感じで楽しくやれたらいいと思いますね。はい、それでは、インネスニューアルバム異次元からの方向よりもののけフィーバー。内緒のお話、おいらは化け物、レイジの気
ここで魔性がお目覚め、少女に悲鳴を吐かせたい、たぎる血潮をすすりたい、眠いで剣を運いで闇の中へ、お化けフィーバー、フィーバー、もののけフィーバー、お化けフィーバー、フィーバー、もののけフィーバー、まんまる月夜がおいらを呼んでる、獣の鼓動が臓器を震わす、地獄の釜を覗きたい、腕と目玉をしゃぶりたい、喧嘩はまとい牙を生やし、夢の中へ、お化けフィーバー、もののけフィーバー、お化けフィーバー、もののけフィーバー、恐怖をおひとつ覚めない、悪夢をお化けフィーバー、フィーバー、バカなきゃフィーバー、お化けフィーバー、フィーバー、バカなきゃフィーバー、お化けフィーバー、フィーバー、バカなきゃフィーバー、口笛吹くと、はい、物の毛が来るっていう話があるんですよ、夜に。へー、はい、それで口笛を入れてみたんですけど。そうなんだ。 CD では、実際はライブでは無理ですよね、これね。練習したけど全然聞こえないんですよ、口笛が。それでやってないんですけどね、はい、まあ、そこは工夫してやろう。はい、ありがとうございます、ご視聴。あれですね、これ以降はプレミアム会員さんになってしまうということで、一般の方はここまでということらしいでございます。はいはい、ありがとうございます。ありがとう、はい、ありがとうございました。で、このまま、はい、プレミアム会員の皆様、こんにちは。なんていうんですか、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、鈴木君が先ほどいっぱい宣伝してくれたおかげで、大勢の方が見てるんじゃないでしょうか。そのまま、はい、引き続きね。ここからはじゃあまた鈴木くんの次はじゃあ歌をやってみませんか。まあ、僕の歌よりも和島くんのボーイング奏法とかさ、テルミンとかさ、あ、いろいろ面白い楽器を、いろいろ、はい、まあ、スライドソロもそうだし、はい、いろいろ ギターの見せどころというか聴きどころがいっぱいありますよね。そうですね、面白い音色。これをじゃあちょっとせっかくだし出していただきます。いや、でもやっぱり演奏すると楽しいね、すごく、うん、やっとなんか本来に帰った気がしますね。なんかでも自分はさ、うん、メイクしてないからなんかいつもの感じが出ない。ああ、なるほど。確かにこの練習スタジオがそのまま今ここに来たみたいな感じでもありますよね。そうそう、なんかノブのドラムがこの9800円で、うん、しかもね、このなんかこういつもと違う感じがね。このね、我々の演奏を聞いて
いやに軽いなと思われた方までこれ本当じゃありませんからね。あのね、もっとあのかっこいいのでございます、本来の演奏は。だ鈴木君もだってアンプすごい苦心してましたよね。なかなかいい音出ないって。なんかダンボールみたいなのアンプ使ってるんだけど今さ。すいません、あの本当に部屋練習用のやつで今 やっていただいてるんで。失礼しました、和島君のアンプでした。いやいやいや、はい、あのいいんですよ、あの練習用なんで、あれ本当にちっちゃい音しかしないんですあれ。しかもギター用だしベース用じゃないんで。そうでもなんか歪んでいいじゃないですか、ええ、なんかかっこいいですよ。いいね、イントロそうやってテールミン入るのはいいかもしれない。あでですね、ええ、大丈夫です。隣町、はい、ちょっと待って。大丈夫でございますか。はい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 、もう一回。まあプレミアムですね、プレミアムですね。
できる。姿を消し今時このスイッチング奏法いいね。今時ですよ。今時ですよ。よくキスのエースフレリーがやったんだけどね。そうそうそう、ああ
キスしてキスやりてなんぼでもできるようなキスまあねじゃーんとこうスイッチング奏法が流行ったんですよ昔今時なかなかやる人おりませんけど、でまたあれですねそう すごいいろいろアドリブできてよかった今あのジミー・ペイジのジャッジャッジャッジャっていう、はい、それはこのリズムがある中では今一つ合わないということがそれで今やってみて分かりました。よかったですよ。あ、そうですか。俺すごいいいと思った。あのベースとドラムが聞こえて、ええ、なんかこうベースもちゃんと弾いてんだなって分かるところ。あ、そうですね、はい、ベースがはっきり聞こえる瞬間ですね。じゃ あのライブでもやらせていただきます。これからのツアーでも、はいはいはい、次じゃあそうですね、やっぱりあのプレミアム会員の皆様にはですね、うん、あともう一曲はお届けしたいと思う。感謝の気持ちを込めまして、込めまして、はい、はい、です。ではですね、今やった2曲は異次元からの方向というニューアルバムに入っている曲だったので、やはりちょっと古い曲で、しかもミュージックビデオにもなっているという曲をやってみようかなと思いますよ。はい。はい、思い出すのでね。そうですね。実はこれがさ。昨日今ニューアルバムのレコーディングが終わって、そしてニューアルバムのツアーのための練習をしてて、その中で今日のいろちょっとこう練習もしたでしょ、はいはい、急遽この曲どうだろうって昨日思いついたんだよね。で、あれあそこどうだったっけって言って思い出せないから、うん、よしじゃ あの動画サイトで確認しようっつって、ノブ君が電波の届くところにあの iPad を持っていただき、で私がそれをスマホで録画するっていうね、あのもういつの時代だみたいな感じで曲を聴いて確認したですね。和島くんがスマホを持ってるんだね。そう、録画するまですごい時間かかった、使い方分かんなくて、はい、和島くんがスマホってすごい僕には違和感。僕も違和感ですよああもう違和感ですけれども、でもすげえ便利ですよ鈴木くん。今だって山に行ったりするでしょ、はいはい、ナビとして使えるので、うんうん、とてもいい。いやでも地図見ながら行ってるよ僕。あ、うん、それがツーリングの醍醐味ですね。それまた楽しみ、はい、意外とさ、ええ、山の奥さん行けば電波届いてねえから。そうです、はい、すいません、身も蓋もない今 MC をしてしまいまして申し訳ありません。それではミュージックビデオにもなっている我々の、代表曲でもございます、聴いていただきます、白川真珠。
白の海辺にしわ回る気薄もお茶を引く工場や金蔵じゃねえかい。立っているのが金蔵で、足元にあるのが雑巾。ケンちゃんは座ってしまいました。おなんだ金蔵。どうした、顔見せねえじゃねえかい、この頃。つきまして、私も幸せ悪くいたしまして。当たり前だよな、酒食らっちゃ女ばかりかってフラフラしてがるんだからな。しょうがありませんからね、私もこの際田舎へでも行って少し稼ごうかなと。おお、それがいいや、行ってこい行ってこいな。あ、どっち行くんだい。方角は西の方。お、西の方ね。いつ帰ってくるんだい。お盆の13日には帰ります。何もそう、日を切らなくったっていいじゃねえか。どのくらいあるんだ、道のりは。人の噂に10万億度。やな野郎だな、こんちくしゃども。で、西へ参りますって、西は一体どこなんで。裁縫阿弥陀
状態持ちたいやあの世でも明日の腕なんでとてりゃしゃとかよろしいよね。大島君の最近 の、はい、あの親しくしていただいている方に春風亭昇太さん、昇太さん、はい、いらっしゃいますか。憧れの方でございます、はい、あの人はこの落語を聞いたことあるのかね。あの CD で聞いていただきまして、大島君なかなかうまいんじゃないって。本当あの申し訳ないことにあのお世辞でもあのお褒めの言葉いただきました。いやすごい嬉しいですよ、うん、だから急に自分の中でこの落語部分が以前よりハードルが上がってしまったんですね。すっごい難しい。いや、難しいです、うんうんうん、今は割と表情がつけられてうまくできました、うん、練習よりよくできました。どうかいつも同じように聞こえるけど毎回違うんだね少しずつ。あの練習の時よりは多分本番の方がいいですよ。あのさ練習の時こうみんなこうやるじゃないですかこの曲、はいはいはい、落語になるとみんな黙ってさ、うん、すごい緊張するんだよね。あのさどうしようかなと思って。あの落語の時フューとか言った方がいいの？それはそれで違うよね。めんどくさいですね。いやそれはそれで、ええ、すごいちゃんとやってる時とちゃんとやってねえ時が分かる。すぐ分かりますよね。さ金蔵と大家さんが、うんうん、区別つかない時が時々ある。あそれはねあ丁寧でなと、うん、流してやってる時です。それ流してやってる時あります。今はちゃんと分かったから。 ありがとうございます。はい、鈴木君にも座って聞いていただいててありがとうございます。はい、落語は座って聞いた方が楽しめるで。そうです。はい。そうですね。はい、こんな感じで演奏を本当に皆さん楽しんでいただけたかなと思います。そしてもう最後に割と近づいてきましたが、もうせっかくなのでプレミアム、うん、イントロクイズどうですか？やるやると言ってやってなかった人間イスの曲をかけて。すごいプレミアム感ないけどやってみようか。やってみよう、やってみよう、ね、やってみよう。ニンニンイスの曲をかけていただいて我々が分かるかどうかっていう非常にね、すごいこの限定されたイントロってクイズですけどやってみます。これ意外と聞いてる人の方がお客さんの方が分かったりするんじゃないか。はい、じゃあここからちょっと司会を。それも確実にそうでしょう、うんうん、司会をやらせていただきます。天の声のロケットニュースの佐藤と申します。よろしくお願いします。イエーイ天の声。はい、じゃあこれあのピンポンですので、はい、あ、じゃあ、はい、よろしくお願いします。この企画は前回の放送の時に本当はやりたかったんですけども時間の関係でできなかったので今回ちょっと特別にやらせていただこうと思って。できなかったですもんね。そうですね、はい、で今回3問用意しました。ちょっと静かにしてください。静かにしてください。3問用意いたしました。はい、で実はちょっと商品も用意してます。商品、はいはい、景品付き、商品付き、はい、もっと出してくれてもいいですよ。じゃあもう5問でも10問でも。いや準備が3問しかできなかったので。はい、時間がかかる、はいはい、ですのでもし皆さんが1問ずつ正解したらじゃんけんしていただきましょう。わ、はい、かりました。で誰も正解できなかったらもう商品なしですから。なし、はい、そこでじゃんけんなしか。はい、はい、よろしいですか。はい、わかりました。分かった段階でピンポンを押してください。はい、で各曲最初に1秒のイントロ流しますんで。1秒、はい、はい、結構長いよ1秒。そうですか、うん、まあそうか、いつも0.1、はい、じゃあ第1問いきます。第1問、鈴木さん、人間椅子クラブ。はい、正解。分かったよ、分かったよ。素晴らしい。分かりますね。いや違う曲かと思っちゃった。押さなくてよかった。
結構難しくない。あ、なんだ、わしも間違うの待てばよかった。あ、いやいやいや、うん、じゃあちなみに何だと思ったの。いやいや、俺はあのあれですよ、ノブの歌ってる超能力があったならぐらいに思っちゃったんだけど、でもちょっと違うフィルだったね、すごくよく考えた。鈴木さん素晴らしいです。はい、1ポイントです。はい、はい、おし、商品、商品とくれば一歩近づいた。商品、商品なかったら押すのやめようかなっていうかさ、ちょっと待った、これ3問しかないですよね。そうです、あと2問しかないです。あと2問で2問あ、分かりました、はいはい、2問正解するか、皆さんが1問ずつ正解でじゃんけんをするかですか、ね、はいはい、じゃあ続きましていきますよ。第2問、鈴木さん、すごいね、石ヶ谷氏。おー、正解、素晴らしい、すごい、さすがオリジナルメンバーですね。さすがですね。正解しないとダメですよ、和尚さん。あ、素晴らしいですね。こういう曲あったなって今一瞬。しかもさ、え、レア曲から来るね。いや、レア曲から来るわ。ノブ分かった、自分の。いや、分かったよ。あの、スプラッシュ使ってんの実はこの曲しかないから。あ、ただタイトルが出てこなかったよ。あ、痛いね。しまったあ、しまった。ちなみに、もう、はい、いや、いいですよ、3問目いきましょうよ。視聴者の皆さんは分かりますかね、はい、正解出てますか。いや、タイトル出ないってみんな書いてあるわ。タイトル出ない、ちょっと悲しいね。皆さん予習をしてください。じゃあこれ最後の問題ですね。これ一応いくんだよね。最後は3問出た。最後じゃあ3点にしましょうか。最後は3点不平等ですけど、はい、ちょっとジャンピングチャンスを与えないといけない。じゃあ最後の問題です、第3問。とこれは分からないですか。もう一回いきますか。じゃあもう一回お願いします。これは視聴者の皆さんは、あー、じゃあ次、これ今1秒でしたけども3秒用意したんで、はい、絶対答えてください。じゃあ3秒バージョンお願いします。鈴木さん、決まった。赤と黒、正解です。すげー、素晴らしい。鈴木さん圧勝でした。あれ、ありがとうございます。あのさ、鈴木くん全然アルツハイマーじゃないじゃないですか。いやいやいや、ものすごい詳しいじゃないですか、ニュース。まあでもすげえ力でやってっけ、すげえ打っていった。まあそこで頑張んなくてもよかったです。五十肩がいました。あ、いました。あ、いた。あ、じゃあんでわかる。いや、俺なんか、いや、ありがとうございます。あ、すごい、何本入ってんだこれ。あれ、アマゾンのギフトカードです。おー、はい、お、一番よくアマゾンをね、使うケンちゃんとしては。なんか手がもどかしくなってますよ、今もはや。あー、これだ、これこれこれ、よく、嬉しい、ありがとうございます。いやー、ケンちゃん、はい、さすが、はい、イントロクイズの感想じゃないですか。はい、あの、まあ、難しいですね。あの、で、自分たちの曲さ、うん、ツアー前とか一応おさらいして聴いてて、うん、結構知ってるつもりでも、うん、いや、瞬間的に出てこないわ。それにしてもタイトルが出てこなかったりするね、うん、それにしても、うん、自分にとっては楽な問題が出てくれた、はい、よかった、問題がよかったよ、はい、僕に当ててもらいたい意思が、佐藤さんの意思がひしひしと伝わってきました、うん、俺にアマゾンカードあげたいっていう気持ちが。これがさ、いろ、自然寺とか出されりゃ絶対分からないよね。それ自分も分からん。春の海とか出されりゃ絶対分からないよね、うん、あまり昔すぎないものにしないとノブさんとの差があるので。あ、はいはいはい、でもあんまり最近すぎるのもあれかなと思ったんで、ちょっとだけ遠ざけます。最近だと記憶新しいんで、やっぱ答えやすかったりするかもしれない。これ楽しんで、でもすごい面白かったよね。あ、本当ですか。これもっとあってもいいかな、うん、あ、じゃあ次ちゃんとやりましょうか。そうそう、そして本採用、はい、これ鈴木くんは商品もらったからいいけど、こう敗者の気持ちとしては、うん、こんなに悔しいのか。率直な感想ですよ。こんなになんか逃げ切らない感じがものすごいある。なんかほら、なんですかこれ。これテレビだったら、俺痛いやつだよね、全部答えちゃって。ああ、その空気読んでないみたいな。普通は空気読んでない感じだよね。いや、もう商品って聞いたらさ、うん、そういうことはないね。ないね。でも、だから なんかさ、答えられない自分に何かこのもどかしさみたいなね。もどかしさ覚えるよね、これ。うん、あるある。気持ち。ぜひこれ第2回やりましょうよ、はいはい、ちゃんと。お願いします。あ、じゃあぜひ次回やりましょう。はい。いや、これという今回はちょっと打ち合わせの段階で時間がないという感じだったんで、ええ、次はちょっとじゃあ長めに10問、はい、20問ぐらい準備して。20問か。
まあまあでも、はい、あれ今我々一回でも押した、あの赤と黒は押した、分かった、皆さんからだいぶ遅れて押したけど分かった、あれは分かった、じゃあ全然次多分俺は引けるかな、引けるよ俺ら、じゃあなんかこう超ウルトラとかそういうのもじゃあやってもらって、こう段階を作って、え1秒は結構鈴木さん余裕でしたかね、1秒って意外と長いと思うよ、あそっか、そうだね、だいたいまああの石返しのあれは確かにちゃんと2年生を聞き込んでれば出るかもしれない、うん、これがさ、テッペリンとかパープルだったら全問正解できんだけどなまあだんだんそうしていきますまあでも人間史だから面白いのでは、まあそうだけど、この、はい、現状、はい、イントロじゃなくてもいいよ、キス、あらキスじゃない、あギターソロで、ギターソロ、ギターソロで何の曲のギターソロかって、これで輪島が負けかったら相当やばいよそういう問題もあったりしたり、そうですね、曲の一部分っていうのもいいんじゃないですかね、はい、組んでみてやってみたいと思いますので、はい、ありがとうございました、とてもありがとうございます、全体の最後締め、はい、はい、第6回の帰ってきたニンニンスクラブも、はい、何かまたこういい感じで終われたんじゃないでしょうか、はいはいはい、今回はやっぱアルバム出した直後だし、うん、ツアーの前ということで、はい、非常にあの盛りだくさんで、なおかつ話題も豊富で、うんうん、いい感じでできました、うんうんうん、はい、そしてイントラってクイズの未来を見ましたし、いや空気読まなくてすいませんいやなんか和島君が間違うのも見てみたかったんだけど、ノブがイエーイっていうのも見たかったんだけど、ね、ついついこうそれを押しちゃったんだよね、押しちゃったら答えないわけにはいかないし、わざと間違えるのも変だもん、それはなんかちょっとあざといですよ ね、うんね、うん、空気読みすぎですね、赤と黒のとこで針の山とか言ったら変だわよ、だってあなんだみたいな、うんうんうんあ, のね、であとやっぱ生演奏がさ、なんかだんだんあのあれなんですよ、凝ってきたっていうか、前はもうちょっとアコギとかでさ、うんうんうん、あのカバーとか でやってましたけど、うんうん、だんだん割と演奏も本格的になってきて、うんうん、楽しくなってきましたね、はいはいはい、音楽室も、はい、ですんできっとまたね、あの近いうち来年になるかもしれませんけどね、うん、第7回目また盛り上げていきたいと思いますんで、うん、はい、その時まで ね、うん、ね、はい、さようならということで、はい、うん、何かありますか、いや僕言いましたノブが、はい、じゃあ皆さんライブで会いましょう、ツアーにぜひ来てください、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとう、僕にもアマゾンで何か買ってほしい